一緒に行った人がサウナ付きの旅館を取ってて、サウナ奉行をめちゃめちゃうちに語ってきて、男女別のお風呂だったから、何時にここ集合ねみたいな、サンセット入って水風呂入ったらこれぐらいの時間帯になるからしっかりサンセット入れよみたいな、でサンセット入り終わった後しっかりここに甘みっていうのが出るからちゃんと確認してとか、すっごいの、すごい人だ。お風呂の中に時計がないから、なんかうちちゃんと時間通りにそこの集合場所に戻んなきゃいけないと思って、もう何回も外に時間かけてしまったけど、あと15分後に出なきゃみたいな、全然なんか休まらなくて、うち全然1セットしか入れなかったみたいな、言ったらお前まだまだだなとか言って文句言われて、部屋戻りますそしたら、俺のプランはみたいな、この後ご飯食べたらネットフリックスで見たいなんか映画2本ぐらいってきて、わざわざでっかい iPad 持って、ちなみに何の話、マスクマン朝までマスクマン見せる、寝なし、こうやって見てる、こうやって見てるの、そいつがさ、手が疲れた次うちに渡してくるの、うちはさ、次持ち始めて、もうこんなんなりながらさ、だから一日中筋トレしたの寝ずに筋トレ、寝ずに筋トレサウナ行って、そうサウナ行って朝かかいて筋トレされて、やばい、修行やん、もうそれ修行だから、まさと一緒に寝ないですと思って、すごいっていうのがあったね。